過去最軽量。はい、どうも、カズチャンネルのカズでございます。すいません、なんか、三雲さんすいません。はい、というわけで、本日またですねキャンプ行きたいなと思います。ほんで今までですね私荷物多すぎておりました。というわけで今回頑張ったけど、やっぱりちょっと多いまあでもね、前の装備とはまた一新されてるので、ぜひですね、これこうした方がいいんじゃないのみたいなあったら、アドバイスのほどよろしくお願いいたします。というわけで早速行ってみよう。じゃじゃーん。これが今回の物資でございます。なんと2つ。一応この机を持っていくからあれなんだけどさ、装備的なもんで言うと1往復でいけるようになりました。これがね、こんな感じで肩掛けができて、ほんでこれ、この机の上にまあこんな感じ、こんな感じで運ぶことができる。どうこれ。まあちょっと中身の方見ていきましょう。いや、まずこちらがね、ロゴスの折りたためるテーブルでございます。よっこいしょ。ほんで中にね、さらにロゴスのテーブル2つ。ほら、こんな感じで可愛い机が出来上がるってやつ。みんなね、いろんな機材とかあるからね、そういった載せるやつにもね、これちょっと便利なんですね。でもこれちょっと減らしていった方がいいかもしんないな。ほんでまあこんな感じで積み重ねることもできるから、間っこに食材を入れたりとか、使い方は結構ね幅が広がるの。ほんでこれがメインの机なんですけども、まあちょっとこちらの上にいろいろ並べながら行ってみましょう。まず今回天気的なもんどうだろう。琵琶湖の天気教えて。晴れです。うん、今日は予想最高気温10度、はい、最低気温マイナス1度で晴れ時々曇りでしょう。あったかいじゃん、10度ぐらいあるじゃん。ポッカポカということで、まず服装なんですけども、下はね、まあ JK、 まあ心はおじさん、見た目は JK、 うん、素足って意味でね。で、まあ大体ですね、まあ1度ぐらいだったらこの半袖のやつにアウターね、ほんで長袖のこれ着ると、まあ大体全部健康型でいけるんじゃないのかなと思ってます。よっこいしょ。ただね、寝るときはまたレベルが違うからさ、今回寝るときの対策でね結構大きくなっちゃった。このカバンのもう半分近くを占めちゃってるね。これ一応これ持っていく。やっぱ寒いの嫌だからさ、ゴツゴツの寝袋、一応これマイナス10度とか対応なの。うん、一応ゴツゴツの寝袋でもこれ抜くとね、もうほぼほぼもうなくなるからね。あとはね、寝袋関係で言うとこれインナーね、汗とかかいちゃうからさ、一応これあんま寝袋って洗えないじゃん、ただのこれインナーシートでございます。この中にズボって入って、そして寝袋の中にズボって入る感じ。ほんでまあまあ寒いので、こちらでございますね。いや、これまたキャンプの時に開けると思うんだけども、ほらこれ組み立て式のベッド今回ベッドで寝ようかなと思ってテントの中でね、こちらコンパクトなの買ってきました。これ前買ったやつ、ロゴスのやつね。ほんで今回はね、まあ有名どこでございます、エアライズ。結構コンパクトなテントでございますね。ほんで枕、着替えね。ほんでこの中もちょっとね一新したんですけども、開けますよ。この中がですね、じゃじゃーんとペグとかそういった入れ物入れにしております。まずなんだかんだ使い勝手のいい手袋さん、ほんでまあ なんか分かんないけどロープ類、ほんで先日ちょっと購入いたしました、ロゴスのハンマー。ほんでまあ今年の目標はまあ整理整頓なので、長いの2本、無駄に細かいのを、10本ほど、持ってきております。ちなみにこれめちゃめちゃちょっと重たいんだけど、もう買ってからまあ折れることない。だから硬い地面でもね結構刺しやすいってのがポイントですね。ほんでもうこの中にグラウンドシートとかさ忘れることなく、まとめました。ほんでこれが骨組みでございますね。これいいね、本当に骨組みとかさ全部セットで入って、あとなんとなく、まあ、絶対使わないんだけどマルチツールナイフ今回これ持ってきます。まあ、絶対使わないんだけどさ、なんとなく持っていきたいらロマンだよねこれ。まあ以上こんな感じでございますね。なんか結構ねきっちりなまとまってさ、なんか嬉しい感じ。まだ容量的に入るからさ、まあ、だからといって何でも詰めればいいってもんじゃないんだけども、よいしょ、ほらかわいいっしょこれ。これちなみに横とっていうなんか入れ物でございます。もう一回り小さくてもいいんだけど、まあとりあえずこれ。ほんで最後にこちらでございます。あ、机なんか斜めだなこれ、こんぐらいか。こちらはでございますね、じゃ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 ーん、照明入れでございます。本来ね2つぐらいでいいんですけども、
明かりがないとカメラに映らない。やっぱ人間の目って超高性能でさ、カメラで映らないやつでも人間の目で見えるんですよね。ほんで今回ね、あの種類の違うやつ4つ持っていくことにしました。なかなかそれぞれで個性があってね、いいんですよ。まあ、またこれあの夜の映像で、何日か後にある夜の映像でぜひお確かめください。とりあえず日用品はこんなもんで、ちょっと詰め直すか。大きいやつからね、ぶっ込んでって。いや、むしろね、この容器、コストコのカバンなんだけどさ、使い勝手いいよね、コストコのカバンね。よいしょ。あ、そんで、そうだそうだそうだ。これ使うかどうかわかんないんだけど、これもね、一応照明。なんか、こういった廃材を使って作る、なんか面白いのがあるんだって。コンパスってやつ。これ売ってんのかな？非売品かもしんないけど、もし気になったらね、検索してみてください。コンパスって福井県の方でやっててさ、穴んぼ開いてるでしょ。ほんで、こういうの穴んぼあるでしょ。ほんで、火種をね、ポン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 って置くと、なんか、いい感じのキャンドルになるんだってさ。ほんと？火つくのかな、これ。まあ、とりあえず、こんな感じですね。さあ、そんでですね、これ今回調理系がね増えてしまう。いや、でもめっちゃ減ったよ。前これの倍ぐらいあったよね。なんかこういうやつね、2つ3つね持っていってるんだけど、今回かなり減りました。ではまずですね、今回3人、来るんですけども、コミチンとマウギーね、多人数だからちょっと荷物がね多くなるっていうか、彼らの分もちょっと置いとこうかなと思ってさ、まずはエコに、ロゴスの、はい、こちら器でございます。とりあえず3つ分。ポイントはこれ、洗ったらこうやって立てて、こう立ててね、水切りすることができるっていうのがポイントです。これいいね。ほんでこっちもお隣も同じようにロゴス。ただみんなでみんなでね、あの被り合う可能性があるからね、ちょっとそこら辺はもうご了承ください。みんなも同じようなの持ってきてるかも。これロゴスのプレート、結構軽くて、これもまたこうやって立てることができるという代物でございます。いいね。ほんで今回カズさんですね、鍋担当しておりまして、なんか軽い鍋がようわからんかったからこれゴリッゴリの鍋持ってきた。まあかっこいいでしょ、絵的にはサムネ映えするからね、これスノーピークの、他にもいろいろセットになってるんですけど、重くなるので、あのこれ1個だけ持ってくる感じでございます。ほんで何よりも大きいのがこれ。いや、これ使ってやろうかなと思って、前のレビューからほとんど使ってないっていうね、プリムスの、ガス、じゃじゃん。いや、結構しっかりしてさ。ほんで今ここ空間があるから、ここにちょっと収めさせてもらっちゃってるんだけど、いつものサムネバイ用のコーヒーメーカーに、今回のやつなんとね、みんながよく使うね、あのガス缶じゃなくてこれ使います。じゃじゃーん、かっこいいでしょちょっと値段高いんだけどさ、まあ、火力使いとか強いとかさ、なんかいろいろあんのよ。ちょっと風対策しないとね、この時期なかなかねお湯が沸騰しなかったりとか、これだったらいけるんじゃないのかな。まあそんな感じ でこれで鍋をグツグツしようかなと思ってます。だからこれ2つあるからね、あの片方なんかにね使ってもいいしこれ楽しくない？重たいけどね、無駄に。決して軽量じゃないんだけど、やっぱなんかロマンはあるということで、今回ちょっと持ってきたくなっちゃいました、こちら。そして鍋用のお水でしょう。わざわざ買うのもったいないからね。ほんで、こちらがですね、じゃじゃーん、いろいろ入れですね、装うやつに、キッチンペーパーにエタノールスプレー、ほんでハサミとかもあるし、キッチン用の、あとこれは今回ね、あのガチ鍋にしようと思ってさ、あのもつ鍋をあのガチで作るみたいな感じにしようと思って、みりん、なんか小さな小分けのやつがなかったからさ、あのそのまま持ってきちゃったという感じあとはこれが食材。ほんであっちで調理もいいんですけども、もうめんどくさいので、こっちでね、もうあらかじめもうほらタッパーに、ほらもうキャベツ、ニラ、なんとなく豚肉に、ほんで、もつもんもこれ下茹でしてあります。女子力高っ。まあこんな感じですね。いいでしょ、なかなか。あとそうだ、もやし持ってくるの忘れたわ。他にも使うか分からんけど、お米とかも一応ね今回持ってきてます。ほんであとはこちら、ちょっと無理やり使ったんだけども、今回やっぱ調味料がいろいろ必要だったので、醤油。結構ねキャンパーこれ使ってる人多いみたいですね。この風味が損なわれにくいっていうかね、これもうごま油とか、お母さんある意味ね角屋の公式みたいな人だからいや珍しくね、あのお仕事来たのよ、角屋の公式です。いや公式かな。ほんで生生姜とか、ほんで白い粉とだしね、
いや、どんだけガチなんだよ。あ、あとこれも持ってきた。じゃーんと、チャッカマンみたいなやつの外のやつね。これ結構いいのよ。ほら、炎が出て、で、ちゃんとロック機能付きでございます。あとは、鶏ガラ。どんだけお前ガチで作るんだ。まあ、あと、もうこれラストですね。これは別にコーヒーのお湯を沸騰させるための、器。以上でございますいや、でも前に比べるとだいぶコンパクトになったんじゃないでしょうか。だから料理とその寝袋問題さえ解消すればね、リュック一つで完結できそうな気がするんだけどね。いや、でも今度ちょっとやってみようかな。このでっかい寝袋さえなんとかできれば、リュック一個でできそうな気がする。登山とかする人すごいもんね。たった一個のね、リュックだけで寝泊まりグッズが全部あってさ。頑張るわ。次ちょっと、今回はちょっとこれで行かせてください。こんだけいろいろ持ってくキャンプもね、楽しいですけどね。あと、まあ今回はこんな感じでね、今回のカズさんの旅グッズでございました。いや、なんか参考になるかどうかわかりませんけども、まだまだ経験値低いのでね、荷物をどんどん減らして、それでいてある程度快適、まあ、不便なのが楽しいんですけど、あのキャンプって不便なの楽しいんですよ。不便なのが、実は不便なのも楽しいんですけども、ある程度快適にね、あのできるようなんか装備をね、整えていきたいなと思います。というわけで本日はこんなところで、次はですね、キャンプの、テント設営編でお会いしましょう。バイバイ。